先月、兵庫県西宮市に新たにオープンした西宮浜バーベキューパーク。週末のこの日は多くの利用客でにぎわっていました。楽しい。施設は事前予約制となっていて、コンロなどを自ら持ち込めば料金は3500円。追加で料金を払えばテントやコンロ、机などをレンタルすることができ、園内には洗い場や炭捨て場も整備されています。手軽で便利な有料バーベキュー場。一方で利用者は大変ですね。なかなか取れないんですよ。やっぱね、あ、予約もね、予約がね、やっぱ有料になっちゃって、無料っていうところがもうまず少なくなっちゃった。今まではいや、無料でできたところがあったんで、今はもうこうやってお金払ってキャンプしたりバーベキューしたりしてますね。学生の時だったらやっぱ無料の方が嬉しいですよね、うん、その時だとやっぱお金かなりかかっちゃうんで、うん、新しくできたバーベキュー施設の便利さを感じる一方、有料ということに少々不満を感じているようです。それは近隣の公園に理由がありました。こちらの公園、炭捨て場もこのように設置されているんですが、現在はバーベキューが全面禁止になっています。実は西宮市では有料のバーベキュー施設の近くにある2つの公園で、もともと無料でバーベキューをすることができました。ところが3年前、新型コロナの感染拡大を機に禁止になったのです。新型コロナが5類に移行した今も禁止は続いていて、西宮市にはバーベキューを無料でできる公園は1箇所もありません。市が禁止に踏み切った理由とは？そう、マナー違反です。西宮市によりますと、バーベキュー後のゴミを公園にそのまま放置したり、炭を砂浜の中に埋めたりといった行為が横行していたといいます。このため市は炭捨て場やゴミ捨て場を設置しましたが、こちらのゴミ捨て場から火が出たということです。4年前には火を消さないまま炭が捨てられ、ゴミ捨て場でぼやが起き、消防が出動する事態となりました。バーベキュー客の振る舞いについて近隣住民は、匂いがすごかったですね。あとゴミですかね。もうそのまま帰ったりとか、もうその辺に捨ててあったりとか、この植え込みの中に捨ててあったりとか。禁止になったと思うんですが、はい、近所の方としてはそっちの方が、あ、それはもうありがたいです。静かですし。一方で無料でのバーベキュー利用再開を求める声も上がっていますが、西宮市は今後も再開する気はないと断言します。無料で利用されている中でマナーの向上があり、そういう今まであった問題がなければ、そのまま無料でも利用を続けられたと思うんですけど、改善が見られなかったということで再開は考えてないですね。無料のバーベキュー場を見直す動きは滋賀県でも。すみません、おはようございます。チケット見せていただいてよろしいですか。今日の、場所になります。で、25番というところです、はい、滋賀県では現在県が管理する26の公園で無料でバーベキューをすることができます。このうちの1箇所でゴールデンウィークの10日間限定で利用者から駐車料金を徴収する社会実験が行われました。滋賀県では近年のアウトドアブームにより公園の利用者が急増。特に去年5月は利用者がおよそ83万人と
例年の3倍以上に増えたといいます。その一方でマナー違反も急増。直火でバーベキューをしたのでしょうか、園内のベンチが焦げたりゴミが放置されたりしたため、県は有料化によって利用者にマナーを見直すきっかけになってほしいと考えたのです。利用者の反応は？無料と有料だとどっちの公園がいいとかってありますか？やっぱそれは無料で利用できればその方がいいですね。はい、良かったと思いますよ。混み具合も全然違うので、やっぱりさっき、市内1に行ってきたんですけど、そこはかなり、混んでましたし、車が、ごちゃごちゃになってる状態なんで危ないかなとか。事前予約制のため場所取りをする必要もなく、無料の公園よりも空いているという好意的な意見がある一方、やはり無料がいいという声も聞かれました。滋賀県は今後、有料化やバーベキュー自体を禁止することも含めて検討しています。ここはみんなの公園ですから、自分たちが良ければいいという場所でございませんので、公共の場所のマナーを守るというのは最低限のことだと思いますので、そこは実際目にすると非常にね、やるせないというかね、がっかりする気持ちになりますけどね。一部の人のマナー違反によって減りつつある無料のバーベキュー場。日本バーベキュー協会の下條民夫会長は、行政は一律有料化ではなく、まずはマナー違反者への対策をするべきと指摘します。2000万人の人が手軽に楽しんでるレジャーなんですよね、バーベキューが。ルールを守らない人に対してはしっかりと法的に結局その罰則を作ると、禁止するだけではなく、その一方、住民サービスとしてのバーベキュー場整備を僕は行政が進めるべきだと思います。無料から有料に変わりつつある公園でのバーベキュー、この流れを受け入れる前に、まずはマナー違反への対策を考えるべきではないでしょうか。